村上千場村上千場昭和4年10月31日は日本の明治大正期に活躍した教育者、仏教史学者。明治大正期の教育界において主として高等教育の充実に尽力。特に仏教思想、仏教史を近代的学問体系からの批判に耐えうる形で研究するとともにその成果を自ら整備に関与した講師の 初教育機関において公開した。丹波国の新州親派教覚寺に生まれる。本生、広崎。幼児より、漢学の際に優れ苦学の後、姫路前教寺の天外、新潟県無意新寺の武田幸忠等に指示。1874年、京都東本願寺の高倉学寮に入るが、ほどなく、大寮。愛知県入学寺の養子となり、村上生に改正。 1880年、再び京都に出て、東本願寺の教師教校に入学。2年後には、同時の学会を得て、新修大学寮で講義を担当するに至った。1887年、東京の総当州大学林に招聘されて講師に就任。同年、井上遠寮が設立した、哲学館の講師を兼任するかたわら、同哲学館において、哲学科の学生となる。 翌年、東京帝国大学文科大学のインド哲学の講師となり、1905年、東洋高等女学校を創設、1917年には東京帝国大学インド哲学科の初代教授に就任した。翌年、帝国学士員会員となる。1923年、東京帝国大学名誉教授。百二十六年から百二十八年の、 間、大谷大学学長を務めた。この間、1894年、和塩淳教、境の公用らと雑誌、仏教史林を創刊し、1897年、第二本仏教史を刊行、1926年、辻善之助らと明治維新神仏分離資料を編纂、刊行するなど、近代的な仏教史研究に大きく、道を開いた。また、 1901年、永年の仏教思想研究の成果に客観的、方法論を導入して、仏教統一論を表し、大乗非仏説を提起、大きな反響を呼んだ。このため一時、所属する新州大屋派の総席を離れることがあったが、道派出身の南条文雄、井上遠良、清沢万志らをはじめ幅広い分野の人々と交流、終始一貫。 近代的な仏教研究と教育体制の充実、整備に力を注いだ。ありがとうございます。